こんにちは、即果塾のコバです。今回ね、ナミさんから、不安は絶対なくならないよっていうふうにね、メッセージをいただきました。あの、おそらくね、私が思うに、不安を感じるっていうのは、生存本能、防衛本能だと思うんですよ。つまり本能なんですよね。もしかしたら、雨が降るかもしれない。もしかしたら、明日、食べ物にありつけないかもしれない。もしかしたら、将来、恐ろしいことが起きるかもしれない。まあ、様々な不安がありますから、 じゃあその不安が実際に自分の目の前に来るまでにどうすればいいかってことを今度ね、理性や理論、ロジックで考えることができる私たちは頭脳を持っています。ですんで、他の動物だったらね、食うに困るような時期も貯蔵してあった食事をするってことができる。それの延長線上にあるのが、まあ冷蔵庫になってくるのかなと思いますけども、太古の昔から洞窟の国木の実を保管しておいたり、また濃厚を盛んにしたりとか。 高床式倉庫に壊れないように水に濡れないように食物や種もみっていうのをね保存しておいたのかなと思うんですよ。そうやって先を考える不安に対して備えるっていうことが私たちの知恵だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、ですんでその不安が感じられるのに何の対処もしなければ不安が顕在化した時に実際に不幸になってしまうとかね。また 不不安や不満を感じる能力が低ければ頂点になっって足元を救われたりもしますやっぱあの時の将軍なんですけどもお酒を飲みすぎてねぐでんぐでになったところで腹心にいいやとやられて謀反を起こされたみたいなこともありますしねそれから、まあ、女性にね騙されて狂って女遊びをしてるうちに王座を奪還されたとか最近でしたら女性と キャバクラで、もしくはクラブで遊んでいたら、はげ、はめを外しすぎてね、その証言をもとになんか CM を降板させられたりとかね、そういったこともあったりするわけなんですよ。だから不安を感じる能力って、不安自体は嫌なんですけども、とっても素敵なことなんですよね。私たちを生き延びさせるために、その不安に気づかないうちに対処しといてくださいよと、その不安が来る前に対処してくださいよってことなんでしょうね。だからこう、警報なんでしょうね、きっとね、心のアンテナ、警報。 これはは大事にしていいいった方がいいかなななと不安はなくなりませんでもそれは私たちがより長くより安全に生きるために心から発せられた警法なんだろうなと思いますよねだから不安を恐れることなかれ不安に感謝とまでは言いませんけどもあなるほどピンチが訪れそうだから今のうちにやっとこうかなと将来お金がなくなりそうだから老後2,000万貯めとこうかなとこんな感じになってくるんじゃないかなと思うんですよ。 でこれをマーケティング的に活かすとわざわざ不安を煽るような状況に人を追い込んでおいてそしてその不安を救うための商品を紹介することでどんどん利益を重ねていくっていうこともありますよね、まあ、ですんで私たちは不安を作り出す側と不安を受け取る側と両方の視点を持つことによってバランスよく人生や恋愛やビジネスを生きていけるんではないかと思いますねナミさん今回もありがとうございました